リーパーチハリーパーチは、アメリカ合衆国の現代音楽の作曲家。母親から音楽を教えられ、数種の楽器を演奏することができる、マルチインストルメンタルの先駆的な経験をこの時に、得る南カリフォルニア大学へ進学したが、指導教授と折り合いが悪く中退、しかし作曲は続けていた。12平均率の不具合に気がついていた、彼は即座に純正率へ系統し、 様々に改造された楽器のアンサンブルを組織し始める。1930年代には43微分音階を基準にした音律理論を完成させ、来たらダイヤモンド・マリンバ、ハーモニック・カノン、ヘチマノキなど西洋音楽では全く得られない音色とリズムに基づく独創的な音楽を次々と発表。その音楽性は更新のベン・ジョンストンやディーン・ドラモンドを刺激し、 アメリカ西海岸受験を音楽の回想としての評価が確立した。大学は中大志学位は所持していなかったにもかかわらず、彼の音楽は多くのアメリカの大学で支持された。大学のコンサートホールで彼の作品が演奏され続けたというのは現在ではまず考えられないが、これはアメリカを襲った大恐慌や不況。 また彼が方々としての生活を余儀なくされたことも考慮に入れるべきである。一貫して劇音楽を創作の基盤としていた。1オクターブの中に43の音が入っている音階で有名。この音階はギリシアやアジアの抑揚が反映しているというのはパーチの事象でなぜ十三にしたのか正確な理由はあまりわかっていない。藤枝守はパーチは 西洋楽器を拒否しとインタビューで概略しているが、実際にはフルートやチェロ、ハーモニウムなどの西洋楽器も43、微分音階に合わせて使用している。純正率ダイヤモンドと呼ばれるピッチも11、リミットや13、リミットぴったりというわけではなく、パーチは恣意的にピッチを選んで43音音階に成長しており、これがパーチの音楽の個性になっていると指摘されている。 西洋オペラ以外の世界の劇を参照したらしく、ギリシア、中国、アフリカ先住民族の儀式などからの影響を踏まえており、オーケストラピットという概念が存在しない。それは楽器奏者や装飾された楽器も劇の一部であるというパーチの革新に基づくものであったからである。これらの音楽理論の展開は徹底して近代西洋音楽のみを否定した点に、 パーチの人生や生活が反映したと見られている。ありがとうございます。